沖縄のアグー豚。最高じゃん、最高じゃん。こっちでいい。全然違う。めちゃくちゃ美味しい。花輪チャンネル。はい、どうも花輪でございます。そしてママです。はい。こんにちは。はい、ママは今ユーフィットでマッサージしてますけど。めっちゃいいんだよ。めっちゃいいです。何これ、めっちゃ気持ちいいんだけど。今日はちょっとママがリフレッシュデイということでございまして、ちょっとあの休んでもらいながら。いいの？はい、私がまあ料理をしようかなという、まあ料理というかただのしゃぶしゃぶなんですけど。ぶっ込むだけだね。はい。今日ね、実はこれ見てください。沖縄のアグー豚ね、これ超人気のブランドの豚ですけど。アグーってよく聞くよね。どこだっけ？沖縄、沖縄です。あ、沖縄か。はい。で今日これを今僕がやりますんで。野菜切ったりとかもね。基本？はい。基本やるってどういうこと？全部じゃないの？まあできる範囲でやります。あ、お願いします。はなわチャンネル。はい、ちょっとねいろいろ野菜を買ってきたんで。そうだね、鍋のね。これを今から切ろうと思うんですけども、切るの下手なんでやってもらっていいですか？私のリフレッシュデーじゃないの？はなわさん。そうですね、すみません。なんかね、こうなるような気がした。すみません。ちょっとユーフィットで後でマッサージしてあげますんで。絶対してよ。いやいや、します。確実にしてね。毎日。あ、今言ったね。本当に毎日やらなかったら次 YouTube で昨日やってくれなかったってなるよ。いい？ちょっと本当のこと言った方がいい？週一で。週一で。週一でやりますんで。お願いします。なんでアグーなんだろうね。アグー。うん。で、そう方言がね。あ、アグーって方言なんだ。マーサムンってどういう意味ですか？マーサムン。え、マーサムン？そこに説明書に書いてあったやつ。うん、お母さんの味。違います。あ、全然違った？なんだろう。もっと単純です。豚肉。違います。あ、違った？答えは、美味しいものっていう。え、全然言葉が違うじゃん。マーサムン。やば。マーサムンです。それ美味しいって言ってんの？うん、わー。美味しいものって言うんだ。やばー。うん、早くリフレッシュしたいな。すげえ気持ちいいからさ。うん、いいじゃん、いいじゃん。うん、これいや、めちゃくちゃ気持ちいいね。うん、花輪さん、あの、腰が悪いから。そうそう、これはね、腰が悪いからこの辺とかもめちゃくちゃ気持ちいい。で、ね、空いた時間にこう手軽にできるから、こうテレビ見ながらとか、ね、普通に会話しててもそんなうるさくもないし。私昔よく持ってたよね。中華さんね。そうそうそう。ね、昔マッサージ1時間ぐらいやってくれたもんね。ちょうど元気とかリュウちゃんがちっちゃい時に、そんな仕事で疲れて帰ってくるじゃん。うん、いつも私マッサージしてたよね。でもこれマジこれユーフィットが来てからこれマジでこれこれ本当相当気持ちいい。マジ気持ちいいね。それわかる。うん、ちょっとママはこれでやってあげようかな。ね、料理して、ね、されるかな。どうですか。うん、ちょっと気持ちいいけど、なんかあの宇宙人みたいになった。我々は宇宙人だ。我々は宇宙人だ。花輪さん。花輪さん。こんな声でも好きでいてくれますか。あ、いいね。大丈夫ですか。うん、結局ママにやってもらっちゃってますね。本当だよ。すみません。うん、後でマッサージするんで。絶対してくれないと思う。花輪チャンネル。さあ、それでは皆様お待ちかねの昼なのに晩酌コーナーということでございまして、今日はですね、こちらもう残りわずかになってきましたね、山崎のシングルモルト2021。これ今ねなかなか手に入んないです。はい。これを今日はロックで行きたいと思います。いいでしょうか。どうぞどうぞ。はい、この豚も最高ですね。いやー、テンション上がるわ。いただきます。あー、おいしい。はー、最高。これマジであのずっとやっちゃうんだよ。え、それで充電ってどのくらい？充電も結構長持ちするから。
6時間ぐらい持つから楽屋とかでもやってるから。花輪チャンネル、大丈夫かな。大丈夫。熱っ。熱い。マジそんな熱くないだろ。じゃあ持ってって。熱っ。いけよいしょ。よし頑張れ。あ、やばい。あ、芸人魂。あ、じゃないもう。熱い。さーっていけばいい。さーっていけ。あ、やばい。あ、熱い。あ、危ない。危ない。熱っ。熱っ。いいですね。うわうまそう。最高じゃん、最高じゃん。こっち、あ、こっちでいい。さあ、うわ、美味しそうです。見てください。これがアグー豚のロースバラ。これもロースかな。うん。はい。そしてお野菜がたっぷり入ったお鍋。うん、美味しそうですね、うん。早く食べたい。いただきましょうか。うん。はい、それではいただきます。いただきます。薬味入れないとね。そうだね、薬味を。花はたっぷり入れる。私絶対みょうが。みょうが入れる。みょうがに。みょうがさん。はいはいはい。ポン酢ね、これは。ネギも。ネギも、はい。じゃあちょっと、まあまあいっちゃってくださいよ。え、私からいいの？もちろんです、もちろんです。やろうか、しゃぶしゃぶ。あ、もちろんお願いします。どれがいいですか。私的には、これ、はい、こっちのロースで。あ、こっちのロースいこうかな。あ、もうちょうどいい感じで解凍も出来上がってる。うん、わー、嬉しい。美味しそう。美味しそう。お野菜はどうします。まずお肉だけです。あ、お肉どうで、今度は崩しないでくれる。崩れんじゃん。崩れ大丈夫。うん、だってここでコソコソしたら崩れに決まってる。だったら自分でやればいいだろ。そう、だから自分でやろうと思ったけど、してくれるって言うから、こうなるっちゃうから。どうぞ、これでいいですか。ありがとうございます。お願いします。ちょっと春菊と一緒に食べたいんで、はい、春菊大好き。はい、春菊と、みょうがと、ネギと、で、こう丸めて、いただきます。全然違うね。めちゃくちゃ美味しい。肉美味しいよ。やっぱ全然スーパーの肉はスーパーの肉ってすごく美味しいんだけど、違うよな、それはな、ブランドですからね。違くないとダメだよね。ブランド牛ですから。あ、ブランド牛じゃないか。花さん、あれは豚肉ですか。あ、ご飯、何ですか。うん、じゃあちょっとこの辺のお野菜も一緒に行きましょう。マジうまい。いただきます。うまっ。うまいよね。ね、うまっ。ほんとにおいしい。まさむ。あー、ご飯も来ました。うん、私もちょっと あまりにもうますぎて。珍しいね、ママもご飯行きましょう。食べるつもりなかったけど。ちょっとお野菜が普通に入れてもらっていいですか。お野菜はこっちでやんないと、うん、これじゃ取れんや。豆腐はこっちやけど。めっちゃ差が出んや、急に。うん、そう、みきちゃんと話したから。またいや、そりゃ話すよ。話す。こっちはタイミングがいろいろあるの。話今あれでしょ、マーサムーンに釣られたでしょ。あー、多分もしかしたらそれで出た。マーサムーンに乗っかってきたの。分からん。じゃあバラを行ってみます。行きな行きな。バラトムちゃんもじゃあ普通に食べて。いいえ、普通に食べよう。もう、うんうん、アグー豚って聞いたことあったけど、こんな美味しいと思わなかった。油が美味しい。有名だよね。うん、しつこくないですね。うん、あっさりしてて、そして油が美味しいっていうちょっとありますよ、うん、確かに。じゃあもうこれやばいよ。めっちゃマーサムーン。うん。うん。これにはご飯だ。うん。ご飯食べるでしょ。うん。ビールで。飲みたいだけ。いきます。いいですね。うわあ、いきます。うまそうだな。いい、俺もビール飲みたい。幸せすぎる。マジ。こんな幸せでいいの私。いいです。いいんです。なんかいろんな悩みをポンって吹っ飛んだ。言われちゃうから、やめとこうか。うん、うまっ。美味しいよね。どういうこと？うまい。ビールうま。ビールに合う。合うよね。うん。ごま油やっていい。どうぞ。これに。うん、これにこういう感じでラー油を垂らすんです。うん、めっちゃうまい。これだよ。これ見てください。美味しい。これをこういっちゃうんです。うん、こういう感じで。うん、ほら、
わ、さらにこれをご飯にバウンディですね、バウンディ、バウンディさせんだ、バウンディさせてうまっ。どうぞ。いやでも絶対ポン酢が美味しいでしょ。いや、マジうまい。いや絶対ポン酢超えたかもしれない。何でも経験だよね、うん、人生っていろんな経験しないといけないなと思ったの。残りもあとちょっとじゃん、うん、ちょっとっていうかあと半分ぐらいしかないじゃん、うん、そうですね。で最近思うようになってきた。そっか、あと半分来たらね、いいね、来たらいいね。じゃあ寂しいな話がおい、さっきね、そんな話したくないよ。 そうですね、すいません、うんうん、あうまいでしょ。おいしい、うん、食わず嫌い、食わず嫌い。あ、これ絶対うまい、うん、あ、確かに2つ食べた方がいいね、うん、こっちもこっちも。そうだね、ポン酢食べて、こっち食べてって、うん、飽きないじゃん、分けてね。うんうん、あ、グー豚ってこんなにねいや、ママのね、大好物だから、しゃぶしゃぶはね、リフレッシュの日だもんね、うん、そうそう、リフレッシュだから、うん、だね、マッサージしようか、マッサージも。えマッサージ、後で。あ、そうだね、やってあげるよ。花輪チャンネル。じゃあちょっと、はい、行きますよ。お願いします。はい。ちょっと私背中が出てる。背中。はい。この辺。あ、背中だったらね。あ、そうだね。アタッチメント書いてもらおうか。あとレベルどうする？今これレベル今1です。うん、もうちょっと行ってもいいかもしれない。じゃあレベル2に、これレベル4まで行きますから。背中は。ここはね光るのよ。こうやって。ね。レベル2にしましょうじゃあ。うん、ちょっと一回やってみて。自分で背中がちょっとできなかったから。そうだね。うわぁ、もうちょっと強くしてみて。3ぐらい。おーい、あ、めっちゃいいじゃん。うわこれマジいいですよ。いいよね、これね。気持ちいい。あー、これさ、俺マジで今まで、いろんなこういう同じような買ったことあるね。だけど、ほら、こうやって強く押すと止まっちゃうんだよね。あ、そうなの？そうそう、こう結構強く押すとこのパワーが弱くて止まっちゃうんだよ。これ全然止まんないの、うん、だからモーターがやっぱ強いから、これグーッと押しても止まんないの。あ、全然、おー、いいじゃん。これマジでね、安いやつ止まっちゃうから。これ何がすごいって、これアタッチメントがね、いろいろ違うんですよ、ほら。で、例えばこれ、ね、背骨、これ背骨を、あ、背骨よ、ほら。あー、なるほど。あー、これやばくない？これもっと強くしてもいい？ギューッと押して。マジ？あー、いいじゃん、いいじゃん。あ、いいかも。これね、肩もこういう感じで。あ、筋ね、うん、あ、確かに、あ、それめっちゃ気持ちいいかも。これあ、気持ちいい。あ、やば。あとね、これ、これ、これ。それなん？ツボ押し？これは、俺が野球やるじゃん、うん、もう手が痛くなるのよ。あー、こう投げるから。はいはい。そこでこれずっとこうやって、もう超気持ちいい。あ、ちょっと私もして。これでマジでね、足ツボとかにもなるし。ちょっと私もして。ミショ、これめっちゃいい。手疲れた時とか、ちょっと臭いよ。痛い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 。あ、気持ちいい。こういうこと。ちょっと、うん、あたしできる。ちょっといい、私うまいから。いくよ。ここなんです。痛い痛い痛い。どこが凝るかって言ったら、だいたいここの筋とここの筋ね、わかる、うん、わあ、気持ちいい。なあ、これでもあれだよ、本当に有名人もみんな使ってるから。あ、そうなんだ。ほら、卓球の水谷さんがおすすめしてるからね。だから有名人が勧めてるっていうのはまた信用できるじゃないですか。あー、これはすべて、うわー、気持ちいい。そこそこそこ、ここ、そう、もうちょいした、もうちょいした。え、ここごめんです。あー、やばい、もうちょいした、もうちょいした。あー、気持ちいい。あー、これマジやばい。あ、本当に止まらないね、これ。ギューって押しても、うん、マジだ、本当だ。めっちゃ気持ちいいわ。これめっちゃ気持ちいい。花輪チャンネル。これマジで皆様、この U フィット最高ですんで、うん、一家に一台あればみんなで使えるし、でまた軽いんですよ。でもう旅行先にも持っていけるし、うん、出張先にも持っていけるし。これマッサージチェアを一回買おうとしたことあったじゃないですか、うん、マッサージチェアもやっぱり値段が何十万ってやっぱいいやつはしちゃうんですけど、これは16,800円で手軽おすすめの、ね、そうそう、持ち運びができるっていうのがいいよね、うん、
実はですね、なんと花チャンネルをご覧の皆様に向けまして 5% オフのクーポンを発行していただきました。ありがとうございます。さらにお得に買えるチャンスですので、ぜひとも概要欄からねご購入いただければという感じでございます。これ本当おすすめですので、確かに本当に、うん、ね、うん、はい、ぜひ皆さんご購入ください。 5% オフですので、はい、ありがとうございます。今日何でだったっけ。花輪を癒す日。あ、その日だったか。私もなんか間違えてた。あれなんだっけ、ママ。ママ。あら、なんかいつの間にかな、趣旨が変わっちゃってる。まあいいけど、花輪さんでいいですよ。やります、やります、今から。ありがとうございました。誰かな。